去年がですね、小林幸子さんで、ビッグバンドジャズのバンドを出しまして、その前が藤原紀香さんで、やはり歌とダンスを散りばめたお芝居。じゃあ今年はどうしようかということで、音楽からちょっと離れようということで、本格的なお芝居で笑わそうというですね。だからあのリーダーはもしかしたら出演しないかもしれませんけども、ストーリーの中にですね、お客さんを驚かせること、あるいは犯人は誰なんだっていうところも入っておりますので、そういうこともあるので、そういうことを推理する要素も入って、なんでこっちがざわつくんだ。楽しく笑って、もうお腹が痛くなるぐらい、疲れるぐらい笑っていただけるように、私も皆さんに調理していただけたらなと思っております。なんといっても皆さん大先輩ですから、すべて言うこと聞きますんで、いろいろご指導よろしくお願いいたします。熱海五郎一座ってダンスもあって歌も歌うっていうのを聞いていたので、歌の練習をしていたんですけど、全く意味がないってことですよね。まあですからアルマゲドンのパロディですよ。簡単な説明ですね。入り口がアルマゲドンのパロディですね。そこからどこまで飛ぶかということで、歌のシーンありますから。ありますか、はい、あ、本当ですか。高島さんもありますからね。歌ですか。はい、たくさんの笑いが3時間ずっと続きます。そして最後、意外な結末、そして感動に持っていくという、今までの最高傑作になると思っておりますので、ぜひともたくさんのお客さんに見に来ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。で、非常にこのあらすじもこう、ま、もう余白が多いんですよ。ですからもう考えてみたら、まあ、宇宙物だけにスペースが多い。私からは以上でございます。なんか宇宙を扱った演劇なんで、映像とかも含めて日本でなんかこの最初のような。僕は見たことありますよ。いや、それは言わないで。いや、何かしらだって宇宙物の芝居見たことありますよ。いや、それは言わないであげてください。じゃあ日本で2番目に。もうなんかみんな年取ってきてるんで、ほぼね、笑点の楽屋と変わらなくなってきてですね、普通になんか生きている、ただこう動いてる姿を見ても生き物として面白くなっていくんじゃないかな。本当に毎回、あ、もう今年もこう始まるんだなっていう気持ちになりますし、相当面白い台本ができてるということなので、まあね、リーダーみたいに好き勝手やらずにですね、台本通りやれば今年も楽しいものができるんじゃないかと思いますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。まあ、6月に新橋公演があって、あっという間に1年が経つなと思う中で、皆さんに仕事だったりプライベートで会ってるんですけども、交互出演する東君とは本当にここでしか会わないんですよ。ありがたいものでございます。はい、で、まあ、交互出演ということで、東君が出る回、深澤が出る回ってありますんで、できれば僕の方の回に来ていただきたいと、このように思っております。よろしくお願いします。高島礼子さんがご出演と聞いて、これは人気者に違いないと思っていたのですが、まさかの宇宙者。でもそのギャップがまた面白くなるのだと思い、楽しみにしております。ただ残念なのは、橋本まなみさんのナイスバディが宇宙服で隠されてしまうことです。できましたらぜひ宇宙船の中でのシャワーシーンか、あるいはロケットに穴が開いて、その衝撃で宇宙服だけがその穴から外に吸い出されてしまうシーンを作っていただけるようお願いいたします。音楽に頼らない舞台ですから、セリフで真面目に演じれば演じるほど面白い笑いが重なっていくという、これはね、この一座としては新しいかもしれません。